はい、ご紹介ありがとうございました。私の方からはですね、ピタゴラギャラクシーのチップ石または時代石鹸を使った、ペガノムデータの解析のワークフローについてご紹介させていただきます。これうちのラボのメンバーです。ちょっとこれはおととしの忘年会の写真なんです。気に入ってよく出してます。私はですね、中木亮と申しまして、こちらの仙台科学技術研究センターのゲノムサイエンス分野というところで、主に一大シーケンサーを用いた大規模エピゲノムデータのですね、解析を行っております。私は基本的にはコンピューテーショナルバイオロジストで、何かしらのこれを知りたいというバイオロジカルなインタラストがあって、それに対してじゃあどういうふうに実証していけばいいか、どういうふうに検証していけばいいかというところでデータを集めて、で新しいコンピューテーショナルなメソドロジーを考えて、得られた結果に対して、そのままコンピューターでバリデーションをするか、もしくは実験でバリデーションをして最終的にコンクルージョンを出すというものをやっております。でこのような研究をやっておりますと、実際にラボのメンバーの方々と実際にこう共同研究をさせていただいたり、今こういうことを考えているんだけれども、どういうふうに解析したらいいかというようなご質問をよくいただくことがあります。そのような背景からですね、私はこのピタゴラギャラクシーのいかに使うかというところで、実際にこのユーザーの方々がそのベンチ、自分の、その環境においてどうやってこのピタゴラギャラクシーを使っていくかというところにすごく興味があります。で、チップセクの、解析のワークフローがこちらです。どういうことをやっているかといいますと、簡単に言うとこんな感じです。まずはですね、元インプットデータとしましては、シーケンスのリードのデータ、それぞれのリードに対して、どういう塩基配列かというのが分かって、それに対して、マッピングを行います。要はマッピングを行うことによって、それぞれのリードが、どこに貼り付いているのかという情報を付加して、それによってこのバウンファイルというのを作ります。バウンファイルというものは、仮想的にはもうゲノム上にこういうふうにピークが出ているはずなんですけれども、そこのピークが出ているところというのは何かしらバイオロジカルのファンクションがあるというのが、分かっているところです。でそこをいかに取ってくるかというのがそのピークコールという処理なんですけれども、こちらのワークフローではですね、4つのプログラムで、同時に、ピークのコールを行います。3つは MAX で、1つは MAX2 で、1つはサイサーというものなんですけれども、それによって一気に4パターンのベッドファイル、PX セットのファイルが出てきます。これ実際こう任されてこう解析するとですね、こう個別に出すのがすごい大変で、一発でこうポンと出てくるとすごいありがたいわけです。これによってですね、こういうふうにゲノム上でピークがあるところに対してそれぞれ、このように優位なピーク領域というのも、特定することができます。しかもこんなデータがですね、言ってみればさっきの4種類も出てくるのはすごいありがたいことなんですけれども、じゃあ今度はですね、4種類出てきたときどれを採用すればいいのかというのはですね、すごく迷うところになっています。で実際にこちらが、いろんな系で、これは最初に山中さんもお話しされた部分なんですけれども、例えばマッピングのアルゴリズム、マッピングのプログラムの合体を使ったとき、 BWA を使ったときで、それぞれのピークコールを使ったときにですね、このように実はピーク数というのが変動があります。じゃあ これを見てですね、じゃあどれが最も優位なのか、どれを最も採用すべきなのかというのは、はっきり言っても検討がつきません。で今回のメインの話というものは、ここからどういうふうにして最も自分に合ったピークコーリングというのを選んでいくかというようなプロセスについてお話したいと思います。でそのまでには、そのためにはまず具体的にどういうそれらのアルゴリズムなのかということを簡単にお話しておきたいと思います。でまずはマッピングのアルゴリズム、次はピークコールのアルゴリズムというふうに分けてお話しします。まずですね、マッピングのアルゴリズムとしましては、あれは BWA と合体2というのがエピゲノムデータのマッピングにおいては有名なんですけれども、2つともですね、共通して使っているのはこのブローズウィーラートランスフォーメーション、BWT アルゴリズムというものです。これはですね、コンピューターのファイルの何ジップだったか忘れたんですけど、圧縮に使われているものなんですけれども、簡単に言いますと、すごく簡単に言いますと、ゲノムデータっていうのが要は、長さが N あるとする、3桁10の9乗あるとして、その中からですね、もうすでにパターンを取り出して、1サイト目は何が来る、何が消える、で2番目のサイト何が来るかということで、リンクをどんどん貼っていって、根元から1サイト2サイト3サイトによってこう広がっていって、こう木を作るような構造 を作ります。それによってですね、例えばその、シーケンス3とかの長さが L で、で個数が M のこの、リードがあったとして、それがN の数の、ゲノムに貼り付けるときは L×N×M の時間がかかるわけですが、
この、サフィックス3を使うことに、またサフィックス3というんですけど、サフィックス3を使うことによりまして、まあ、実際に1サイト目は何でなで、それによって次のリンクに飛ぶ、で、飛ぶってやっていくとですね、まあ、その試行回、回数というのは L 回で済むわけです。すなわち、じゃあ、シーケンスリードが M 個あったときっていうのは、計算時間は L×M で済んじゃうわけなので、全然圧倒的に計算時間が早いといったメリットがあるということです。じゃあ、BWA と膨大ってそもそもじゃ何が違うのかといいますと、まあ、基本的に BWA というのはミスマッチであったり、まあ、そのデリーション、インサーションもかなりもともと考慮したアルゴリズムとなっていまして、まあ、これはデフォルトのパラメータなんですけれども、基本的に膨大ツールというものは、36ベースペアのリードなどがあったら、基本的にはもうフルマッチであるものっていうのを探してきます。で、BWA というものはですね、まあ、デリーション、インサーションを最初から考慮して貼り付けるので、もともと貼り付く割合が高くなります。例えば、膨大ツールができると、70から80貼り付くところは90、貼り付いたりします。先ほどですね、まあ、BWA というのが、そのピーク数が多かったっていうのは、その貼り付くものが多いからっていうような理由があります。で、次ちょっとピークコーリングの話をするんですけれども、まあどういうものか、マックスとサイズは2つはあるんですけれども、まあマックスっていうのは基本的に5プライム側、3プライム側からピークを、マックのリードを貼り付けていくと、まあこのようにこっちとこっち側にこう双方向のピークが出てくるんですけれども、そのやはり中心のところに転写因子がよりくっつくっていうことが考えられるので、ピークの幅のうち、こっち側とこっち側を取ってみて、その間を計算してですね、で、真ん中のところで、その幅に対して、お互いに寄せるということをするとですね、まあ、ここに真ん中にピークが寄ってきます。で、まあ、その部分というものをバックグラウンドで比較して、優位かどうかを判定するというもの。で、サイザーというものはですね、まあ、もうちょっとこう、過程がほとんどなくて、ゲノムをこのように、まあ、共通のなさの瓶に区切ってですね、そこにリードをこうマッピングします。より入りついたところを今、赤く塗っているとします。そうすると全然張り付かないのがこのまま透明になっているわけですが、まあ、エバリエーションをすると、まあ、このような何も入ってないとかこうくり抜かれるわけです。で、隣接しているところはつなげちゃうと。で、もう一つサイサーの中でやっているのはあんまりに近いものでハネ気になっている部分というものはくっつけちゃおうということをやっています。で、そもそも MAX というのはどういう時に使えるのかといいますと、これはもうアルゴリズムの前提としてピークの幅がかなり狭くて、そしてある程度はコンスタントなウィルスで広がっているもので、サイサーというものはそういう制約がなくてブロードで、いろんな長さの、ピークを取ってくることができます。で、どういうデータの時に応用するかといいますと、やはりマックスは転写因子でフェア DNA シークをヒストンでいうと K4 のトリメチル27のアセチルであったり、まあ、オープンクロマチンを示すものというのが、このようにマックスを用います。で、サイサーは例えばですね、ヒストン、のも就職構想であったり、ヒストのモディフィケーションなどに応用します。例えば、K36 のトリメチルっていうのは、人遺伝子領域のエロンゲーションファクターなんですけども、まあ、要は遺伝子っていろんな長さがあるわけですよね。なので、そもそも先ほどのコンスタントのウィッチに当てはまらないので、そういう場合っていうのは、このようにサイサーを用いたりします。で、要は僕が言いたいのは、それぞれの条件においては、それぞれの結果っていうものは全て正しい。まあ、要はどれが間違ってどれが、合っているかじゃなくて、まあ、要は自分に合った条件においていいものを最も選択するということが重要です。じゃあなんとかコンピューターの中で、お互いの出た結果というものを比較してコンペティションできないかということで考えたときに、まあ、要は統計値を比較するとどうかというふうに思いつくんですけれども、まあ、いろんなスコアが出てきます。サイサースコア、マックススコア、P バリュー、Q バリュー、FDR が出てきます。ただですね、これを直接比較するにはかなり、難しいという問題があります。まあ、それ大きく分けて2つあるんですけれども、ある関数というものがコンディション B における A の優位性を表すスコアだとしてください。そうしたときにですね、2つの問題があります。1つ目はスコーリングファンクションの問題、ですね、これちょっとすみません、プログラムっぽい書き方なんでノットイコールです。で、1つ目はですね、例えばこれバージョン違いなんてよくあるんですけれども、少しファンクションがそもそも形が違っていて、全然得られるものっていうのが、まあ、同じだとしても関数が違うことで値が変わってくるというものと、もう一つはですね、そもそもの前提条件が微妙に違うといった問題があります。まあ、サイサーとマックスであったり、まあ、それは圧倒的にどちらかというとこっちの違いなんですけれども、バージョンの違いならこっちの違いがあると、まあ、すなわちですね、まあ、単純にそれでは統計値を比較することができないということで、まあ、それを自動的にやることはできないということがあります。となると、やっぱりどういうふうにデータを選んでいかないか、いけないかと言いますと、まあ、やはり単純に数字だけ見ていてもダメということで、まあ、
さらーっていうと大体こう3つくらいあるんですけれども、一つはやはりもともと今見ようとしているデータっていうのがどういうプロパティを持っているか、例えば転写因子なのか、それともヒューストのモディフィケーションチップスティックなのか、あとちゃんと実験と、そのもともとの実験と、コンシステントなものになっているかというものです。例えばチップスティックなんでいうと最初にそのポジコン領域の濃縮なんてを見るんですけれども、そこがちゃんと取ってこれているかで、まあ、単純にプログラムをかけたときにそこが取ってこれないのであれば、まあ、パラメータを書いて取ってくるというものは基本的にはありです。まあ、要は基本的にはピークオールというものはピークを取ってくる、まあ、優位なピークを取ってくる目安なので、まあ、実際はあんまり寄らすぎてもダメなんですけれども、ある程度はその実験のコンシステントにやっていかないといけないと。ただ全部入れたいと思うとどん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 こう敷地を下げてですね、何でもピーク当てはまるようにしたいという人もいるんですけれども、それは結構、それやるときにやっぱり客観性というのが必要です。例えばここからこれ以上のピークが欲しいからといって、その絶妙な335以上のピークを取ってくるとか、スコアですね、スコア355以上を取ってくるとか、そういうのはなしなんです。あと大体例えばヒストのモディフィケーションであったり、まあ、K4 のトリメチルであったら、まあ、大体これくらいの数っていうのは大体分かっているので、それを照らし合わせながらバランスを取ってある程度決めていく必要があります。すなわちですね、結論としましては、要はどれを選ばないといけないかっていう、そもそも選ばないといけないっていうものはなくてですね、それらを、これが間違いないっていうゴールデンルールはないわけです。で、要はそのピークオールというものは一つの基準であって、まあそこから自分たちの条件に合って選んでいけばいいということで、まあ、先ほどのようにマルチプルで、ピークオールの結果がピタゴラギャラクシーで得られましたとなると、そこからやはり一度データに立ち返ることによって、まあ、そもそも1個しかなかったら選べないわけなんですけれども、今回4つちゃんと出てくるので、自分たちの件にどれが合っているのかというのを確かめることによって、まあ、実際にその、最もいいピークオールのコンディションというのを計算することができます。いや、すいません、あと最後ちょっと宣伝なんですけれども、あとピークオールをした後に、要は、2つのピークのデータを比較したときにどれぐらいのオーバーラッパーがあるのかといった、まあ、比較やって行うんですけれども、まあ、そういうことを行えるようなやつで量子ガジェットっていうのを作ってまして、まあ、うちのラボ内では公開してるんですけれども、まあ、こういうもの、例えばその近傍の遺伝子に何が来るのか、あとゲノムワイドの分布、 TSS 前の分布はどういうふうになるのかっていうのを特定するものっていうのを今ギャラクシーに、まあ、入れようとしているところです。まあまあ、こういうものが実装できたら、またそちらについてもお話しさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。